カニの商売、新見南吉。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。カニの考えとしては大出来でありました。ところでカニは、床屋という商売は大変暇なものだなぁと思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。そこでカニの床屋さんはハサミを持って海っ端にやって行きました。そこにはタコが昼寝をしていました。もしもし、タコさーんとカニは呼びかけました。タコは目を覚まして、なんだと言いました。床屋ですが、ご用はありませんか？よくご覧よ。私の頭に毛があるかどうか。カニはタコの頭をよく見ました。なるほど。毛は一筋もなく、つるんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも、毛のない頭を刈ることはできません。カニはそこで山へやって行きました。山にはタヌキが昼寝をしていました。もしもーし、タヌキさーん。タヌキは目を覚まして、なんだ、と言いました。床屋ですが、ご用はありませんか？タヌキはいたずらが好きな獣ですから、よくないことを考えました。よろしい、買ってもらおう。ところで、一つ約束してくれなきゃいけない。というのは、私の後で、私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。へい、お安いことです。そこで、カニの腕を振るう時が来ました。直近、直近、直近。ところが、カニというものは、あまり大きなものではありません。カニと比べたら、タヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは、体中が毛むくじゃらであります。ですから、仕事はなかなかはかどりません。カニは口から泡を吹いて、一生懸命ハサミを使いました。そして、3日かかって、やっとのこと、仕事は終わりました。じゃあ約束だから、私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。お父さんというのは、どのくらい大きな方ですか？あの山くらいあるかね。カニは面食らいました。そんなに大きくては、とても自分一人では間に合わぬと思いました。そこで、カニは自分の子供たちを皆床屋にしました。子供ばかりか、孫も彦も、生まれてくるカニは皆床屋にしました。それで、私たちが道端に見受けるほんに小さなカニでさえも、ちゃんとハサミを持っています。